今日は初心者の方向けの山小屋のマナーのお話です。こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、初心者の方向けの山小屋でのマナーのお話なんですけれども、これからね、夏山シーズン始まりますよね。山小屋に泊まられる方も多いと思うんです。私ね、偉そうに言ってますけれども、山小屋に泊まり始めたのはここ 3,4 年なんですね。ざっと数えてみたらこのぐらいの山小屋に泊まっていました。だいたいね、1泊ずつしか泊まってないんですけれどね、あらかじめ山小屋に行くときに知っていた知識もあったんですけれども、やっぱり泊まってみてね、あ、こういうことやっちゃいけないんだ、あ、こういうふうにした方が他の人により迷惑をかけないんだっていうようなことをね、自分なりにちょっと学んだこともあるので、本当にその初心者の方向けですけれども、簡単にご説明したいと思います。はい、まずは水ですね。水を節水するのは当たり前ですよね。水道が山小屋に来てるわけじゃないので、雨水を貯めてるところがほとんどです。ですから、例えば水道があっても、歯磨きをする時なんかこういうコップを持ってね、一杯ずつ汲み置きながら栓をきちっと閉めて歯を磨いたりしましょう。それからね、あまり知られてないのがですね、基本的に歯磨き粉や石鹸は NG です。どういうことかと言いますと、山小屋には下水処理施設もないし、浄化水槽とかああいうのもないわけですね。ですから自然分解できない石鹸ですとか洗剤とかを流してしまうと、自然に悪影響を与えることになっちゃうんですね。ですから歯ブラシの時でも1日や2日歯磨き粉使わなくたっていいじゃないですか。きちんとね、こうやってこすってブラッシングすればきれいになりますし、手だってきちんと洗えばきれいになります。あまり高層のところにない雨小屋で備え付けの固形石鹸があるところがありますけれども、そういう時はそれを使っても結構だと思います。はい、寝床で騒がない。例えばね、3人4人グループで来て山小屋に泊まってテンション上がるのは分かりますよ。ビール飲んでね、気持ちも楽しくて仲間と一緒に騒ぎたいのは分かりますけれども、寝床でやらない。そういう時はね、そういうミーティングルームみたいなところがありますので、そこで話す分にはいいと思いますけれども、寝床で騒ぐのは NG です。他の方たちがね、やっぱり次の日の予定が朝早くからある方が疲れて寝てるわけですよね。そういうところで喋ったり、夜遅くまで、座談会みたいなのやってるのは NG だと思います。それからね、なくて七癖なんて言いますけれども、やはりね、人ってね、寝てる時に何らかこう音を発する癖ってのがあるんですよ。歯ぎしりだとか、いびきだとか、むにゃ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 こうなんか寝言言ってる人とか、大抵の人はね、何かしらそういう癖があります。そういう癖をね、自分なりに把握しておいて、例えば仰向けになったら大きないびきかいちゃうから、ちょっと横向いて寝たらあんまりいびきかかないかなっていうのを自分で把握しておいて、なるべくそういう音を発しないで寝ようっていうのも、他の方に迷惑をかけない試みだと思っています。はい、夜中トイレに起きるとき、大抵の山小屋は、8時ぐらいで消灯になっちゃうんですね。山小屋の中の電気が消えてしまう。そうすると夜中トイレに行きたいときは、こうやってご自身のヘッドランプ、ヘッドライト、これで、照らしながら行くわけですね。で、ごく稀にですね、これでこの寝てる方のこの顔を照らしながら、こう確認して、ここに人がいるぞっていうのを確認しながら行く人いるんですよ。で、今のね、ヘッドランプライト、性能いいですからね、900ルーメンとかね、ありますから、この目にね、LED 照らされると目が覚めちゃうんですよね。で、一番いいなと思ったのは、これを正面に向けないで、こう下に向けて、で、自分の足元だけを照らす。
自分の足元だけを照らしてその部屋を出て行って、で廊下に出たら正面を照らしてトイレまで行く。これがね、私なりに考えたんですけれども、一番他の人に迷惑をかけない、ヘッドライトの照らし方だと思っています。はい、食事のあと食器を無理に重ねない。大抵の山小屋ではね、ご飯を食べる時にざっとこうちょっとミーティングみたいなのをやるんですよ。宿のその食事担当みたいな方が出てきて、今日は皆様のために用意したなんとかです、残さずに食べてください、これはこういうところで取れたものですなんていう説明をしてくれるところが結構多いんです。でその時に最後に食器は無理に重ねないでくださいっていうような指示が出ることが多いんですね。そういう時はですね、要はご飯茶碗を例えるとしますと、ご飯茶碗内側はご飯を盛ったんですけれども外側はそんなに汚れてない、それを油物なんかに重ねてしまうと厨房で洗うところがもう倍増するわけですよね。なので、そういう指示があった時には無理に重ねない、重ねてくださいって言われた時は重ねて結構だと思いますけれども、そういうところってのは私はまだあまり経験したことがないです。キャンセル報告は必ず、予約はね、例えば団体でなければ特に予約の必要はありませんっていう山小屋あるんですけれども、自分でそれでも予約をした場合、その日のうちにそこにたどり着けないとか雨で行けなくなったとかいう連絡は必ず入れましょう。そうしないとね、例えば何々さん本日の2時に来るはずなのに来ない、そして山小屋側は心配するわけですよ。何かあったのか、ね、ひょっとしたら事故に遭われたんじゃないかっていうようなことがありますので、キャンセルの連絡っていうのは必ず入れた方がいいと思います。で、携帯が県外の区域になってきますから、携帯が入らない時、そういう時はですね、最寄りの山小屋に行って、実は今日どこどこの山小屋に行くところなんですけれども行けないんですけど連絡取ってもらえませんかって言いますと、意外とその山小屋同士でですね、電話が通じるところがありますので心よく引き受けてくれるところがあります。特にね、同系列の経営の山小屋なんかだと心よく、わかりました、じゃあキャンセルしておきます、こちらから電話入れておきますっていうので、やってくれるところがありますので、キャンセルの連絡は必ず入れましょう。それからね、小銭ですね、例えば一泊9,000円の山小屋に泊まってその日の9,000円を1万円札で払う、このぐらいはいいと思うんですけれども、例えば200円300円のジュースを買うのに1万円札を出すとか、そういうことをするとやっぱり山小屋の方ではお釣りの限界がありますので、釣り銭をストックしている限界がありますので迷惑をかけることになります。なので、1万円近い宿泊費以外の支払いはなるべくこちらから計算してお釣りの内容にしてあげるのがいいと思います。いかがだったでしょうか。初心者の方向け、私がね、わずかこのね、いくつかの山小屋に泊まって、ここ3、4年で得た知識なんですけれども、これを知ってると知ってないかではね、自分も気分はよく過ごせますし、他の人にも迷惑をかけないで過ごせると思います。ぜひ参考になさってくだされば幸いです。それではまた、登山動画かアウトゥー動画かバイク動画でお会いしましょう。さよなら。